遠方の大学に進学、実家を離れた。夏休みに帰省すると、なんと、母が体調を崩して寝込んでいる。父も母も少し妙な雰囲気で、これは、まさか、何か重大な病気で、心配させないようにと隠しているのでは、と不安になった。お母さん、何か大変な病気なの？私恐る恐る聞く。いや違う、大丈夫だから。何でもないから。超焦ってる父と母。信じられないよ、本当のこと言ってよ、おーえーん。私不安のあまり号泣で、覚悟を決めた両親が明かした真相が。赤ちゃんできました。弟か妹かはまだわかんないけど、来年の2月か3月生まれます。だった。どうも、私が実家を離れた寂しさと解放感で、イチャついてたらできちゃった模様。寝込んでいた理由はつわり。妙な雰囲気だったのは、事実をどう打ち明けるべきか困っていたから。びっくりしすぎて、は？とか、え？くらいしか言えなかった。この時母は、40歳目前、父は四捨五入で50歳。つわりも重そうだし、高齢出産だし、心配したけど、無事に弟が生まれて一安心。出産後も、母が過労で倒れたりいろいろあったけど、なんとか乗り切って今は平和。弟、現在中学生に、どうも彼女ができたらしいと聞いたので、記念に書きこ。ボンに帰省してからかってやろう。